でこのような商品が売れるのか。そう、私たちはストレス社会に生きてるからなんです。まあ、気持ちいいからでもあるんだけど、ということでですね、この日本ストレス社会に生きる私たちはこういうものでストレスを発散しないといけないわけですよ。犯罪を犯すわけにもいけない。皆さんの分もね、これでストレス発散したいなと今日、おーすげえすげえ思います。この動画を見て皆さん、めっちゃくっついてる。皆さんストレス発散してください。こういう感じのあれか、中入っちゃってんだこれ。あ、僕もねストレス溜まってないっていうわけじゃないですよ。もちろんね、人間だからストレスは溜まります。うまくいかないことがあればストレス溜まる。ほら、ちゃちゃもストレス溜まっとるけ、発散していいぞ。あららららら、ららということでですね、まあこれでただ遊ぶだけじゃダメなんですよ、僕の場合は。ダメなんですよ、僕の場合は。皆さんが見てるわけであって、皆さんの分全部のストレスをこいつにぶつけない、ぶつけない。おぉ、これがすごいってことは分かっております。このみんなの分のストレスをこの動画で発散したいということで、まあこいつをねぶっ壊すぐらいの勢いで、いえいえ、ぶっ壊したいと思います。だってそうでしょ、これストレス発散グッズだからぶっ壊しても大丈夫だよね。さあ、一体どこまで頑張ってくれるのか見どころですね。まず腕を、じゃあこっちの扉に小結びで結びます。はい、まあこことここに、扉があるわけですけど、ここにねまず、え、この時点で、あ、いけそうだな。これよく考えたら中汁入っとる。じゃじゃ、お前ダメだ、ちょっと避難しとらなあかんだ。もしかしたらこれ中身の汁全部出る可能性があるから、よし、オッケー。はい、思ったけどこれでブチ切れそう。これ飛び出たら危ねえで、キャッチな、こっちの部屋に避難したよ。よいしょ、ごめんな、こっちに寄って。それではストレスは3人形いってもらいましょう。3、2、1、オープン。さあさあさあ、伸びております、伸びております、めちゃくちゃ伸びております。やばい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 、ほら何もしなくても、やばい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 、いきます。はい、オープン。はい、オープン。はい、伸びております伸びております。やばい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 。はい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 、ここ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 、はい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 、やばい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 、筋肉伸びてる、筋肉伸びてる、やばいやばいやばい、剣が切れる、筋伸びる、やばい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 、ええ嘘、めちゃくちゃ伸びてるよ、あんた大丈夫？結構やるねこいつ、ちょっと見直したわ。全然握っても大丈夫じゃん。じゃあちょっと次、こっから電子レンジのこれに足くっつけたいと思います。足くっつけたいと思います。もともと君が望んで商品化されたことでしょ。これいじめとかじゃないからね、そういう勘違いだけはやめてね、本当に。やばい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 、結べちゃったっけ、大丈夫、これ閉めていい、やばい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 、本当に本当に本当に、破裂しないで、ここで破裂しないで、せーの、おお、本当に大丈夫、ちょっと心配になってきた、ちょっとぐったりしてるけど、どうしようどうしようどうしよう、これどうしようこれどうしよう、分かった、つなぐとかじゃなくて引っ張ればいいんだ。わあ、でもこれでストレス発散するなら、なにこれ、水か水か。